こんにちは、シータ。こんにちは。さあ、TIM でございます。さあ、日曜日はローズステークス。ローズステークスなんですよ。はい。で皆さんね、西からちょっと東に台風14号がね、はい、来てますので、大雨、うん、大風にご注意ください。はい。その中での、うん、ローズステークスです、ね。はい。まあ、馬体診断で、ちか今回ね、この18頭出るじゃないですか。はい。去年みたいに荒れてもおかしくないぐらいのメンバー構成ですから。いや、だから、うん、そうなんだよ。ね。その、去年100万超えたでしょ？いや、確かに、オークスでね、4着とか5着っているけども、うん、それが果たして強いのかどうかだよね。そう、賞金でね、もう次出れる馬たちは、例えばクールキャットなんかは、うん、そんな無理しないんじゃないかなと思って。ここ目一回叩いてっていう。そう。そうそうそう。唯一の関東はね。はい。まあそんな中で、うん、馬体診断で、まあタガノパッションが人気になるのかな、うん、オークスでいい足でね。まあデビュー戦、岩田ジョッキーが乗ってて、うん、やっぱ上がり33秒で上がれる馬なんてなかなかいないと、新馬で。うんうん、で、次勝ち上がって、うん、で、息子が乗るときに直線だけ勝負しろって言って、勝って、オークスに出てきたんですね、はいはい、あの時ね。相当馬の能力はあるって、買ってると思うんですよね。だから馬体もね、うん、どうですか宝橋は。で、他の牝馬に比べて気候からの胸前がいいですよね。やっぱいい。うん、いい。ちょっと髪、縦髪をこっち側に落としてるんで、うん、よく見づらい部分なんですけど、まあ、若干足これ多分白いの見えますか、これ薬塗ってんですよ。これはなんだろうね、湿布みたいな効果のやつかもしれないですよね。ああ、調教後にさ、岩田ジョッキーのコメントが出てないんですよ。見つかってないんですよ。マジ？うん、だから、あえて出さないのか、まあ、報告出して体大きくなって帰ってきたって言うからね。ああ。で、クールキャットもね、これシルエット的に言ったらね、牝馬っていうよりボバみたいなね、いい体型してるんですよ。なるほど。さすが、このシルクレーシングの馬っていう感じね、うん、やっぱ走りそうな、感じなんですけども、今回はそこまで僕は出来上がってないと見ての、うん、はい。なるほど、明治で来てないってことね。うん、本命にはしません。だからね、もう、うん、やっぱ福永くんとか松山くんにいい馬は回ってるし、いや、そうね。あ、うん、この馬どうなの？その福永くんの、これずっと乗ってるでしょ、うん。育て上げてるでしょ。この出雲崎買ってんだけど、これいいよね。あの時のレース良かったよね。うん。すごい。これ前々でレースできてって。福永くんはもう今乗れてますから、うん、あとね通算2500勝まで9だからこの3日間で、うん、9行くんじゃね、あの3日間だから月曜日までありますから、ね、いやありますからね、ね、うん、いいんじゃないですか、これこの12番と14番は金亀とディープの肌なんで、うん、ちょっと似てますよ、まあ、松山くんがな持ってくんのかな、うん、やっぱ、うん、似てますよ、馬体も綺麗な馬体してますから、いや本当だよね、今もう福永君と松山君に馬がそう集まってきてるよね、若干、ね、そうそう、若干ぼーっとしてる感じかな、アールドビーブル、ビーブルね、うん、うん、馬体はでもいいな、見た目だったらタガノパッションよりいいんですよ、なるほど、でアンドバラナウト、これはまあいいですよ、うん、でもこっち見て耳立ててるから何言って睨んでますから、うん、気象がどうなのか、なるほどなるほど、でもそういうのも福永君馬ですからね、うん、まあ簡単にいきましょうよ、はい、はい、じゃあ予想です、はい、では予想参りましょう、ローズステークス、うん、ね、なんかね、うん、私からいきますよ、OK、私ね、何、だろうな、パッとする馬がまだ見当たらないんですよね、だから荒れてもいいと思って、いや荒れんじゃない、はい、タガノが2頭いてタガノパッション人気だと思うんですけど、もう1頭のタガノからいきたいと思います、タガノディアーナ16番和田ジョッキー、前走はね、糸魚川でね、ランドオブリバリティに。そうなんだよ。2着なんですよ。2着なんですよ。上がりはこっちの方が早いんですよ。戸崎ジョッキーが乗って。レースレベルは別に、その低くないよね。はい。で、和田ジョッキーがまた乗ってきたので、ちょっとこれ、リオンディーズのディープインパクトでしょ？で、馬体ね、これ、いいんです。成長してる。いいんですよ。いい。今回、走りますよって。いうなんか雰囲気私は感じ取ってるんですよ、うん、なるほど、ちょっと距離長いかなっていうのもあるんですけど、うんうん、でもそんなことないのかなこれ、うん、うん、なんかね410キロ前後ぐらいの馬が結構いて、そういうの僕買いたくないんですよ、うんうん、この馬430キロ40キロ近くあるので、うん、まあ、この馬から
まあ、馬からじゃなくて、ボックスなんですけど、もう一頭の鷹のね、パッション入れて、岩田ジョッキーが、ね、見込んだ馬なので。それにね、この馬がもしかしたら逃げんじゃない、遠心、飛天。これね、左回りで逃げてね、4着が1回ですけど、今回1回叩いてのもちょっと面白いですよ、これ。この5枠の2頭は、のワイドなんかも面白いと思ってて。あ、90年面白いね。うん、これ松若くんに乗り換わってたんですよ。丹野くんが乗ってきたんですけど。なるほど、なるほど。松若くんに乗って、松若くんってなんか逃げるイメージあるし。いや、あるある。で、左回りのあの中京ね、雨上がりをどう逃げるのかっていうね。うん、ちょっとこれ逃げ残ってほしいんですよ。このメンバーだったら俺残れんじゃねえかなって成長した分あって。うん、で、福永くん。松山くんと福永くんどっちにしようかなと思ったけど、やっぱ福永くんだな。なるほど。腕的には上はね。ああ、はい、スパークル入れなかった？はい。入れませんでした。もう全然大したことない。あ、悪くないですよ。スパークルのこの馬体もいいんですよ。私入れたいんですが、もうあんまり買い目をしない。買わない。もうこのローズステークスで。これステップじゃないですか。うん。秋華賞の。そうだしも秋華賞出てきますから。はいはいはい。はい、ね。大丈夫でしょう。ゴルゴさんはその4頭で勝負でございますね。はい。ワイリーナバックスでございます。はい、レズさん。さあ、私はもう、ここね、2頭で迷いました。はい。はい。もう1頭はもう、福永ジョッキーの、12番のアンドバラナウト。入れてねえじゃん。アンドバラナウト。はい。はい。これにしようかなと思ったんですよ。はい。いいなと思って。はい。前走のレースが良かったじゃない。やっぱね。はい、これね。北欧のニーベルンゲン伝説に登場する指輪の名前らしいです。なるほど。はい。ただ今回、はい、やはり、この中に入ったら、3着までに来てくれるんじゃないかなと思ったのは、やはり、5枠9番の高野パッション。もう。もう、この、もうあのね、ごめんなさい、本当に。パッションです。もう、2番人気が3番人気でしょ？はい。だけど、まあ、先週のさ、シオンステークスとかでも、はい。なんかやっぱり、その、春、強かった馬がさ、はい、来てるじゃん。はい、来てますね。だから、順調に成長してたら、このメンバーだったら、普通に3着は、楽に来れるんじゃないのっていう。うん。まあ、最後、直線勝負になると思うけどね。そうね。うん。だ大丈夫だと思います。だから、そのゴルちゃんが言ってた、岩田くんがさ、いや、もう、強いと思うよ。岩田くんじゃ、岩田くんがコメントしてないっていうのはものすごく気になった。いや、コメントをしてないのか、記者が乗っけてないのか。そこちょっと気になったんですけれども。そしたら、徳永ジョッキーじゃなく岩田ジョッキーの、うん、この高野パッション、この単幅で攻めたいと思います。ローズステークスですね。ローズステークスは私は高野パッション、そしてクローさんは高野ディアーナ。高野高野です。これ高野高野で決まったら面白いね。あるんですよ。私は買ってますから、ね。はい、いいですね。高野高野。あと10番が来たら、ゴルゴさん、大万馬券。何年か前にね、高野が来てね、大万馬券になってるんですよ、これね。うん。これだ。14年、ヌーボレコルト、高野エトワール。エトワール、15番人気ですよ。2番人気、15番人気、9番人気。そういうの欲しいね。75万9千円。ね、いや、そういうのいや、荒れますよ。いや、荒れそうな感じしますね。といったわけで、さあ、中京のね、11レースですよ、日曜日。ローズステークス、皆さん、どのような馬券を買われるんでしょうかといったわけで、それでは、また、しばらくは生配信はしません。生配信はないですね。はい。予想は出していきます。で、セントライト記念は、明日枠出んのかな。そうですね、セントライト記念は、ゴルゴさんの YouTube で、うん。私の YouTube の方に。方で、上げますので、配信をします。レトさんから。こっち側はないです。動画いただいて、はい、動画を出します、ね。はい。もう本命決まってるんですけど、今ここ私ももう決まってます。はい。といった意味で、はい、また次回お会いしましょう。はい。皆さん頑張ってください。さよなら。3日バイバイ。バイバイ。バイバイ。台風には気をつけてください。はい、そうですね。本当ですね。バイバイ。